ガーナ入国。お金がないぞ、どうしよう。おはようございます。5月30日アビジャンにいます。今日はこれからガーナに行きます。ここのアビジャンは2泊しました。ただもうずっとお腹の調子が悪い。今もなんかおかしい、はい、ちょっと心配だけどもう行くしかないので行きます。ここからガーナ国境までは約200キロで、今日はその国境の少し先に泊まる予定なので、今日はそんなに長くはかからないかなと思います。でこのコートジボワールガーナの国境もそんなに大変なことはないみたいなので、まあ国境越えは気が重いけど、頑張っていきたいと思います。でこの部屋はすごく広くて、シャワーもトイレもあっていいんだけど、夜中にお腹が痛くてもう何度もトイレに起きたのと、あとエアコンついてて嬉しいんだけど、これオンオフのスイッチしかなくて温度調整とかができなくて、もう17度設定でこの風が直でベッドに当たるので、もう夜中に寒くてエアコン消して、でそうすると暑くなるからまた起きてエアコンつけてみたいなことをやって、トイレとエアコンのせいで寝たり起きたりを繰り返したので結構寝不足。はい、じゃあ今日も行ってきます。 OK、 レッツゴー。暑い、めちゃくちゃ暑いぞ。はあ、さあ行こう行こう。メルシー。これをよし、暑いぞ。これはすごい。今日はこれから国境に向かっていくけども、ノエという場所、国境に向かいます。さあ舗装路出た。今日も行きます。ちょっと怪しい雲だね。かなり暑いからちょっと熱中症気をつけていこう。昨日チェーン交換しました。距離48,900キロでチェーン交換、8000キロでの交換だけど、シールチェーンだからもうちょっといけるかと思ったんだけど、もうガチガチに固まっちゃってた。一応メンテナンス、オイル給油とかはまめにしてたんだけど、もうガッチャンガッチャン音が鳴るようになっちゃって、で昨日外してみたらもう手で曲げるのは大変なぐらいガチガチ、もうダメだったから交換しました。これで異音はなくなってるはず。燃費も良くなってるかな。まあ、初期伸びはあるから、今日宿着いたらまた調整見てみないといけない。おー、海だー、海よー、俺の海よだ。あれ、これはお金払うのかな、脇通っていくのかな、ここで払うのかな、いいのかな。
Think Tank。Think Tank。500。はい、500。メルシー。よし。やっぱ数字を覚えると、少しでも数字を覚えるとだいぶ楽になるな。わあ、綺麗な景色。でもいっぱいいる。あ、海だ。海水だ。匂いが海水の匂いだ。また渋滞が始まりました。ここはなんていう町だ。何をみんなピーピー鳴らしてんだろうな。ここはレストランとかだ。あ、バーだ。ご飯食べたいけどちょっとお腹が心配でね、食べられない。ヨーグルトとか飲みたいな。でもダメだろうな。一瞬で口から入れたらすぐお尻から出てきちゃうだろうな。なんだか正面の空模様が怪しいね。やーだなー、雨やーだねー。あー、お腹空いた。バナナでも食べようかな。バナナぐらいなら食べて大丈夫かな。いや、怖いな。美味しそう。果物美味しそう。ノエまで15キロ。あー、疲れた。眠い眠い。うわ、自転車だ。すごい、ヨーロッパの人かな。うわ、すごいな。アフリカをヨーロッパで、違うな、アフリカを自転車で。ヨーロッパ走った時はいっぱい見たし、アジア、中央アジアでも見たけど、アフリカでのチャリダーは初めて見た。どっかでマンゴー買いたい。あ、ここで買う。もうちょっとガーナに行ってからですね。この辺はヤシの木、なんだ、パーム畑っていうのかな。ヤシの木畑がすごい多い。あら、なんだこれ。これは何？埋まっちゃってた。雨で埋まっちゃってんのかな。なんだろう。もともとこういうなのかな。いや、そこ崩れちゃってるね。栽培してんだろうね。
手に生えてるんじゃなくてきっと栽培してるんだろうな。整然と並んでるし。はい、農園に入りました。国境まではあと2キロぐらいかな。あー眠い、疲れちったよ。いいんだよね。さて、国境の雰囲気が漂ってきました。あれか、ポリス。どうするんだ。行っていいのか。よいしょ。はい。スタンプもらった。え、ああ、ああ、yeah. OK、メルシー、僕パスポートにスタンプをもらったので、続いてカスタム。あ、メルシー。ここでいいのかな。ここで、カスタムの、あ、カルネにスタンプをもらいました。そしてなんだか勝手についてきて案内してくれた黒いシャツの彼は案の定お金を請求してきてます。2000でいいからくれと。でもごめんね、ごめんね、勝手にそんなことされても納得はできないです。これ言っていいんだよね。さあ、まあでも2000ぐらい上げてもよかったのかな。うん、さあガーナに行きますよ。コートジボワール側はポリスのところに行って、まず最初、登録証書、車両の登録証書を、コンピューターに打ち込んで、その後パスポートコントロールに行ってくれと言われたので、そこに行ってパスポートにスタンプをもらいました。ちょっと待ち時間、前に人がいたから少し待ち時間があったけど、そこまでで10分かな。でその後車両を少し移動して税関事務所へ行き、カルネにスタンプをもらいました。ここも少し待ち時間があったけど、15分ぐらいかな。10分15分。合計30分もしないぐらいで、コートジボワール出国しました。そしてここが、ウェルカムトゥガーナ。ガーナです。行っていいのかい？Hi. Where from you? From Japan. Japan. Come and park here. 何？あの人は誰？
Japan, Balan. Ba. You from Japan? Yes, I'm from Japan. With the moto. With moto. Canal de passage. Canal de passage. Yeah. Okay. Just wait. We drive this boat to Japan. Carne. Canal de passage. まだ作業途中だけど、まず正面のあの青い建物でカルネとあと車両の登録証書を見せて、そしたらなんか小さな紙をもらったので、次はパスポートにスタンプをもらってと言われました。で左の建物あの後ろの緑色の、コンテナみたいなところでアライバルカードと記入して、そしてパスポートにスタンプをもらいました。で次はここでカルネにスタンプをもらいます。あちょっと時間はかかったけど手続き自体はシンプル、変なお金の要求もなく、ちょっと両替商はうざったかったけど、はい、5月30日13時30分ガーナ入国。はい、ガーナ編スタート。いやーめちゃくちゃ暑い、まあ、とりあえずすぐそこに銀行があるみたいだからまずは現金を手に入れましょう。はい、どこにあるんだ、エコバンク、エコバンク、銀行はちょっとなかったからもうちょっと進めば他にも銀行があるみたいなので、この先で銀行に行こう。ちょっとこのままじゃ現金がないからガソリンがないや。そう、コートジボワールは西アフリカの共通通貨セーファーフランだったけど、ガーナは独自通貨のセディという通貨です。なのでガーナのセディを手に入れないといけないけど、セディはもちろんガーナでしか使えないからあまり多く手に入れすぎてもダメ、少なすぎても不安。まあ多い分には国境で両替できると思うけど、セーファーフランはこのあとまたトーゴとベナンで使えると思う。さあガーナはどんな国でしょうか、っていうかコートジボワールがどんな国かもうあまりわからないまま通過してきちゃったけど、モロッコから始まったアフリカ大陸はフランス語の国だったけど、このガーナは英語の国だそうです。だから国境でも英語喋る人がいて、まあ、割と会話もできたし言ってることも分かった、英語がそれほどできるわけじゃないけど、まあ、でもやっぱりフランス語よりは安心。今日の目処つけてる宿まであと少しだ、あと少しだけどお金がないぞ、どうしよう、銀行に行かないと。犬だ、ドルで払えるかな。銀行があることを願って、よいしょ。裏道入ってくるのは早かったかな。ここか、ここだ、ここだ。あ、ここだ。ハロー、ハロー、ハロー。あ、レストラン、レセプションはどこでしょうかと。こっちか。あ、レセプション。そこ。パックス。Yes. Is it here hotel? Yes.
No. I'd like to stay. This is one. Wow. Wow. Love it. Yeah, I love it. こっち、はい、ここに決まり、はい、午後3時無事今日の宿決まりました。スーパー綺麗、スーパーすごい、ダブルベッドにエアコン、テレビ、冷蔵庫、そしてトイレとシャワー。ああ、アフリカ来てラバトのカリムのお家以来、綺麗なところかもしれない。いや、はい、結局銀行行けなくて現金が手に入らなかったけど、ここに着いたら US ドル持ってるって言ったら、両替屋に行ってセディにしてきてあげるっていうことで今頼みました。ありがたい。ここで350セディ、3000円ぐらい。いや、安い。安くて良い。はい。で、ここにはレストランもあるみたいだから、ご飯もここで食べれそう。お腹の調子もだいぶ良くなったから、ご飯食べたいと思う。はい、以上。落ち着きました。はい、とりあえず今日のビール1本目。これで20セディ。200円ぐらいかな。はい、いただきます。あ、おいしい。きたー、フライドライス&チキン、そしてベジタブルサラダ。大丈夫かな、生野菜頼んじゃった。大丈夫かな。いただきましょう。いただきます。フライドライス、あ、おいしい。まあ、チャーハンとはちょっと違うけど、でも似てる。チキン、お腹の調子も戻ったから。魚の出汁の辛いペースト、うん、あ、すごい美味しい。これで40セディ500円ぐらい、サラダが30セリ300円ぐらい。おいしい。